皆様おはようございます。9月の30日午前11時53分を回ったところでございます。ビットマン TV のお時間でございます。このチャンネルではですね、仮想通貨関連の最新重要ニュースや、あとはチャート分析を通しまして、皆様の資産を10倍、100倍、1000倍にするようなお手伝いをさせていただきたいと思っておりますので、ぜひともチャンネル登録よろしくお願いいたします。はい、それではですね、本日もう9月の終わりの最終日、木曜日ですね、第1部の配信を行っていきたいと思いますけれども、皆様昨日はですね、私配信ちょっと早かったですよね。10時ぐらいに多分配信をしたと思うんでございますけれども、ちょうどねドンキホーテに、ちょっと買い物がありまして、行ってき、ました。で、一応ね、皆様にご報告をということで、こういった形でね、社名を、パチリと取りまして、皆様、皆様というか、このね、ビットマン TV のツイッターの方に、流させていただいたんでございますけれども、もう見ているところがやっぱり違うというね、皆様の見ているところはこのスパッツでしょ。いや、スパッツを別にね、私もそういうわけじゃないんですよ。こいつガチ変態やないかいと。いや、違います、違います。別に私の師匠は江頭2時50分さんじゃありませんので、よろしくお願いいたします。別にスパッツを選びに行ったわけじゃないということで、たまたまぐるぐる回っていて、あ、このアングルで撮っておくか、みたいな形でね、撮ったらもう反応速度の素晴らしさ、皆様の、見てください。このコメント、ね、いきますよ。はい、ここ。まあ、まずね、ゴールド購入ですかってね、もうどんだけ好きやねんと。確かに私の嫁も行きました。で、私の嫁も行った、行ってですね、あのゴールド売ってるところあるでしょ、ドンキホーテ。確かにあそこ見てましたけども、さすがにドンキホーテでゴールドを買おうというね、意識は出てこなかったんでございましたが、まあチラ見で終了したと。それをね、こう後ろから取ろうかなと思ったんでございますけれども、ちょっとさすがにね、やめました、やめました。でその後ね、ソウルマンが、写メ取る場所よとは捕まりかれんよと。じゃあ逆に聞きますよ、逆に聞きますよ。ドンキホーテに行って別にスパッツ売ってるところ回ってもいいでしょって話でね、元もそもそもですよ、そもそも論として。そしていいですか、このね、ここしょうこさんでいいんですか？スパッツコーナーにいるって別にいいやんみたいな。いや、別にそこ回っててもいいやんみたいな感じでね。まあ私は送りましたよ。観察力は合格だとね。そこに気づくあなた、観察力合格よという形で送らさせていただきましたけれども、やっぱりね、夜のドンキホーテ、あのね、すごいですよ。昨日ドンキホーテ10時頃行ったんですよ。びっくりしますよ。誰もいなかったですからね、本当に。駐車場も、いや、閉まってないよねと思って、本当に誰もいなかったんですよ。で、普通にたまたまだと思うんでございますけれども、ずーっと回っていても誰もいなくて、車も、多分従業員の方だけの車かな。で、私たちの車でもほぼ貸し切り状態でね、その中もうね、スパッツコーナーとか、そういったところを、配下、あれですよ。あの、ほら、スパッツコーナーの後ろあたりに、もう言い訳じゃないですよ。言い訳じゃないですからね。スパッツコーナーの後ろあたりにね、ほら、子供用のパジャマを売っているところがあるじゃないですか。で、昨日10時頃ね、まあ、学校が、当然平日なんで、あるんでございますけれども、ちょっと30分から1時間ぐらいね、ちょっとこう、ドンキホーテ、せっかくだから行こうかということで、子供もね、連れて行って、もうちょっと夜遊びでございますよ。夜遊び。もう大丈夫か？夜遊びでございます。大丈夫でございますよ。はい。もう1時間ぐらいで、11時ぐらいかな。に帰った感じで、もう子供はすぐ寝てということでね。もうテンションが上がって、私の子供なんていうのはね、もうすぐもう、ドンキホーティに入ったらもうすぐおもちゃコーナーに行ってね。もう、あれでございますよ。私の上の息子は、あちら。車のトミカでございますね。で、私の下の息子に関してはね、ドラえもんじゃなかったです。アンパンマンのなんかこうわかります？扇風機みたいなやつあるでしょ？こう指でぐん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 ってやったらね、くる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 って回ったりするやつがあるんでございますけれども、あれをね、とにかく選んで、おもむろに持ってきたと。それを握りしめて、私どもが回っているところに持ってきてね、これが欲しいということで、誰も買うなんて言ってねえのに、もうね、早速、もうそこ、もうわかりますよね。ドンキホーテイコールおもちゃ、もうそこしか見えてないみたいな感じでね、もうとにかくダーッと出していくわけでございますよ。で、私と嫁は、まあ、嫁は、もうあちらでございます。まあ、キング様はね、ちょっとこう、ブランド物のところを見ながら。で、私は私で何か、食料品でございます。食料、私はね、ドンキホーテの、わかりますよね。ドンキホーテって、あの、下の方とかにね、見るとこう、お買い得品や、みたいな形で、こう、食料品がね、ひっそりとあるのがいいんですよ、あれ。ひっそりとあるのがね。で、よくよく見ると、そこまで安くないんですけど、あのね、わかります？書き方に、こう、もぞ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 みたいな風になるみたいな感じで、書き方、もう安いやーみたいな感じで書いてるんだけど、そこまで安くないという、あまり変わんねえんじゃねえかな、みたいな。別にこのドンキホーテじゃなくてもいいんじゃないかなって思うんでございますけども、ほら、でも、珍しいものがあったりとか、普通のスーパーにこう、売ってないものがあったりとかね、するので、私はもうとにかくドンキホーテがもう大好き、大好き、大好き。もう、大好きすぎて、もうむしろ住みたいぐらいのレベルでございます。それぐらいのレベルがありますからね。まあ、昨日は本当に夜楽しかったな、ということで、皆様も、どうです？皆様がお住まいの地域にもドンキホーテ、ドンキホーテとメガドンキホーテってあるでしょ？
ドンキホーテとメガドンキホーテで、私の住んでるところはまあメガドンキホーテがあるんでございますけれども、福岡とかだったらね、普通にドンキホーテ、ごちゃごちゃした感じ結構好きなんですよ。積み上げられた感じが。ですけど、メガドンキホーテは結構こう、すっきりしてる感じがしてね、なんか、それがあるので、ちょっと初めはね、なんか、こう、普通のドンキホーテの方がいいなと思ってたんですけれども、まあ、なかなかこう、近くにないので、その普通のドンキホーテがね、まあ、メガドンキホーテに行くしかないんですけれども、まあ、普通の同じ系列として、まあ、普通にやっているでしょうしね、まあでも私としてはね、ガチャガチャ積み上げられたあのドンキホーテが好きよという感じで、やっぱりあれはどうなんですか、こうあまりこう積み上げるとこう火災があった時とかの、やっぱ危険性があったりするので、やっぱ厳しいんでしょうかね、ですからなんかこうなくなってきた感じがいたしますけれども、まあ、そこら辺が多分絡みなのかなというふうにちょっと感じておりますけれども、まあ昔のあのガチャガチャした感じがね、大好きだったということで、まあ今はまあスッキリしてね、それはそれで回りやすいんでございますけれども、であとはね、こうドンキホーテに行った後に、店内の、案内を見ていたら、プレステ5ね、持っている方います？プレステ5、あ、そう、プレステ5持っている方いますよね？いますよね？というか、2台持っている方いません？逆に、私ね、欲しいんですよ、プレステ5がちょっと。で、それこそドンキホーテで、抽選がね、抽選販売をやっているよということで、昨日ね、ドンキホーテに行った後に、あ、やってるんだと思ってね、一応抽選販売の申し込みをしたんでございますけれども、ちょっとどうしてもね、プレステ5が今、欲しいということで、もしね、2台持っている方、定価で売りません？定価かよ、みたいな。お前、それだったらお前、転売するわ、みたいな感じでね、思っている方いると思うんでございますけれども、ちょっとね、手にやっぱりまだ入らないんですかね。たまにね、あちら、どこだったかな、あそこですよ。ゲオじゃなくて、電気屋さん、私の近くの電気屋さんに、たまに売ってるんですけど、売ってるんですけど、その電気屋さんの、なんか、クレジットカードかなんかを作ってくれないと、販売しませんよ、みたいな、ちょっと小水手をね、使ってるんですよ。小水手を使ってみて。まあ、それ、まあ、そこのね、そこのお店の、まあ、あちらの販売戦略なんでございましょうけれども、一応そういった形で、そう、クレジットカード作らないと、みたいな感じでね、いう風になってるんで、ちょっとこう、手間かかるなと思ってね。で、普通にやっぱり手には入らないんですかね、やっぱりね。ちょっと欲しいということで、これなんでかって言いますと、やっぱり私のね、息子なんでございますね。息子がね、とにかくね、プレステ5が欲しいと、ゲーマーでございますから、私の息子、e スポーツ関係に進ませようかなと思っているぐらいのゲーマーでございますので、ゲーム大好き人間でございます。はい、テカ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 ね、やっている次第でございます。あちらでございます。フォートナイトじゃなくて、あれ、マインクラフトであるとか、あとレゴですか、レゴゲームをやったりとかね、ああいったものをやったりしてるんでございますよ。ですから、とにかくプレステ5が欲しいと。で、そのね、一時ね、あちらフォートナイトにちょっと私の息子がハマっていた時期がありまして、知ってます？フォートナイト。で、去年のクリスマスですよ。に、まあ、サンタクロースはね、もう何でも用意してくれると。もうとにかく何でももう無敵と思ってるんです。私の息子は。とにかく、サンタに頼めば無敵だから何でも来ると、ガチで思ってます。で、去年のね、そう、ちょっとごめんなさい、ヨタ入りますけどいいですよ。去年、ここごめんなさいね、スパッツ映しながら申し訳ないんですけど、まあ、こういった形で行きましょうか。はい。ちょうどいいですね。ビットゲットさんで行きましょう。ビットゲットさんの案内を見ながら行きましょう。はい。ビットゲットさん一番上のピン止めしてますから、もしよろしければ、話変わりますけれども、アカウント持たれていらっしゃらない方、ぜひとも、ご活用いただければ、押していただければ、モバイル版と PC 版の、はい、リンクございますので、ぜひともよろしくお願いいたします。はい。で、一応、ビットゲットさんの子ね、並びでいきましょう。はい。で、去年のクリスマスに、私の息子が、その、フォートナイトにね、ハマっていた時期、あ、面白いじゃないですか、覚えてます？フォートナイト。まあ、覚えてますというか、一時ほら、息子が課金事件あったでしょ？もう、5万円分ぐらい課金したんですよ、私の息子。私の、クレジットカードね、あちらを、紐付けしてたんでございます。プレイステーションと、プレイステーション4ね、4と、ごめんなさい、話長くなっちゃって、プレイステーション4と、あとほら、あれでございます。プレイステーション4ですよね。あれを、ごめんなさい、あれ、スイッチを紐付けしていたんですけども、その事件ですよね。スイッチを紐付けしていて、そこ、紐付けしていたスイッチで、もうとにかく課金しまくると。で、私はその時仕事中だったんでございますよね。そしたら、当然ね、課金をするということは、私のメールに紐付けされてますから、私のメールに、もうとにかく、バンバンね、8000円引き落としされました。1万円引き落としされました、みたいな感じで、メールがアホみたいに入ってきたんですよ。で、なんだこれはと思って、やばいと。多分これね、もう完全に犯罪に巻き込まれてるぞと思って、私の嫁に、ちょっと待てと、なんか今
今おかしいことが起こってるぞって連絡したら、私の息子がね、フォートナイトのコスチューム買いまくっているという、コスチュームとか、ああいったものを買いまくって5万円分ですよ、皆さん。で、まあ、楽しかったでしょうね。押せば押すほど、わかりますよね。押せば押すほど何でも買えるという、もう、ウキウキしながら、で、私の嫁にね、あんたちょっと待ちなさいみたいな。で、私は帰ってから、まあ、しょうがねえだろ、みたいな話で、まあ、紐付けしてたら俺が悪いからって言ったらね、矛先が私に向きました。あんた何してんのってね。あんたね、なんでそんなほったらかししてんのみたいな形で言われましたけれども、それしょうがねえじゃねえかっていう形で、まさか押すとは思わないじゃん、みたいなね、感じで、まあ、収まりましたけれども、その問題のスイッチ、今話題に上がっているスイッチなんでございますけれども、それは、去年のクリスマス。ですから、まだ私が YouTube をね、配信する前でございますよ。配信する前。はい。そのね、去年のクリスマスに、そのフォートナイトの、と、あの、スイッチがコラボレーションしたというね、限定の、そのスイッチが発売されたんですよ。あのね、それこそ10月ぐらいだったかな、去年の10月ぐらいに発売されて、もう何としてでも私はね、手に入れなければというふうに思っていたわけでございます。そして、その、電気店にね、私はまあ趣味でございますから、もう電気店をもうほぼ毎日のように巡っていたんでございますよ。ないかな、ないかな、みたいな。で、一応ネットの情報では、たまに出るみたいな、そのフォートナイトとスイッチのコラボレーションのものがたまに出る。で、定価で売られてるんですけど、そのインターネットで見たらね、やっぱりね、こう定価のどうでしょう、2割とか3割増しぐらい。だから定価が例えば3万円ぐらいだったら、そのフォートナイトのコラボレーションのやつがだいたい4万5千円とかね、5万円ぐらいで売られているみたいな感じだった。今だったら10万円とかの値段がついてたりもしたかな。うん、売られているような状況だったんでございますよ。で、いろんな特典がついてると、コスチュームも入ってると、その限定のね、で、ヒカキンがそう、ヒカキンが、その、確かそのフォートナイトのスイッチを手に入れたということで、私の息子もとにかく欲しいという形でサンタにも頼むと、サンタ無敵だから絶対来るはず、みたいな形でね、もうわかりますよね。もう目を散らばらせながら、散らばらせながらって言っていいんですか？走らせながらね、もう言っていたわけでございますよ。で、私は、とにかくほぼ毎日のようにね、電気店を回りまくっておりました。そしたらもうたまたま、もうたまたまですよ、皆様。うん。そのね、噂の電気店にたまたま2台だけ置いてあって、もう速攻で購入したという経緯があります。で、その希望を持ってね、今ちょっと電気店巡りをまたしようかなって思うんですけど、やっぱりなかなか難しいですかね、プレステ5レベルになると。ちょっと購入したいと。ですけど、ほら、あるじゃないですか。わかりますよね。こう、漫画倉庫とか、うん、ああいったところとかにはね、こう、ちょっとプレミア価格がついて高い値段で売ってたりするので、やっぱりそこは、だって定価 5万4千円ぐらいでしょ ?5 万4千円ぐらいで、7、8万ぐらいで売っているんで、なんか嫌じゃないですか。負けた気がして。だったんなら気合で探すし、みたいな感じ。でも気合もね、やっぱりね、売っていないとこ回ったって、それは当然無理だろうっていう話なんでね、もしよろしければね、まあ、2台持っている方なんていないですよね。もしね、電気店やられている方いませんでも電気店でもどうでしょう、入荷できないですもんね、おそらくあれね、だと思うんですよ。やっぱり目玉商品にはなると思いますし、どっかしらのルートで入りませんかねこすいことお前やろうとしてんじゃねえよって、YouTube 配信している特典としてよろしくお願いよろしくお願いいたします。はい。もしよろしければなんで、でもね、なかなかないよねって形で、まあ足で探そうかなと。あとは抽選販売ですよね。あそこをちょっと、うん、頑張っていきたいなと思う次第でございますけれども、まあ、メンタルマネージャーにもね、登録をしていただいて、もういよいよどうしようもなくなったら、やっぱりクレジットカードを作っていくしかないかなと思うんですけど、ちょっとなんか めんどくささもあるし、いやいや、別に通らないとかじゃないですよ。まあ、現時点で持ってるんでね、こう、ちょっとこう、煩わしさもあるので、なんかこう、宝探しチックにね、ぐるぐる回っているところにたまたまねえかな、みたいな、去年みたいな奇跡が起こんねえかなと思っている次第、今日この頃でございます。よろしくお願いします。もし2台持っていて、1台使ってねえよ、みたいな形の方がいるんであれば、よろしくお願いします。よろしくお願いします。その代わり、普通のやつで、デジタルエディションで2つあるんですよね。なんか普通の方がいいな、みたいな感じがいたしますので、もし、よろしければよろしくお願いいたします。まあ、でも、ないでしょうね。普通に考えてね。ちょっと足で探して、うん。あとはメンタルマネージャーとか、筋肉マンに頼んでね、ちょっとこう、抽選を受けてくれないかという形でね、頼んでみようかなと思いますので、そこを行ってみようかなと思っている次第でございます。まあ、去年はね、だから、その去年のさっき言ったフォートナイトとコラボレーションのスイッチを買った後に、私が動画配信を、やっぱり、今年の2月から始めて、で、いつぐらいでした？あれ、4月、5月ぐらいじゃなかった？違いましたね。5月、6月ぐらいでしたね。その時に、そのね、引き落とし、5万円分の引き落とし事件があるというね、まあ、ことになりましたけれども、まあ、最近はまたフォートナイトはあまりやっていないかなという感じ。うん、またこう、マインクラフトでせっせと何か物を作ったりね、レゴで遊んだりしている次第でございますけれども、はい、そういった形の息子でございます。いきなりびっくりしたね。ね、ほんとね、バンバンメールがもう恐ろしい量で入ってきたんですよ。だって、ほら、1個あたり1000何円、まあ、円換算すると1000何円とか、高いもので3000とか、一番高いものだと1万円ぐらいするものがあって、
だからメールが本当にもう十何件ぐらいバーって連チャンできたんで、もう完全に犯罪に巻き込まれてんだろこれみたいなね感じに思いました。やっぱりね、お子さんがいる方はちょっと注意をね、注意をしておいた方がいいよということで、紐付け特にしているんであれば注意をしておいた方がいいよということでよろしくお願いします。でした、思い出しました。その後あったんですよ、実は最近またもう一発あったんですよ。そういえばあったんですよ。何が？課金事件が。あの2万円分です。2万円分。またお前やっちゃったのよ。私じゃないですよ、私の息子。次はプレイステーションです。一応紐付けは取っておいたんですよね。あちら、スイッチの方で紐付け取っておいたんですけど、まさかのね、あれです。私もたまにプレイステーションでゲームをちょっと買ったりするんですよ。暇な時に、このゲーム面白そうだなと思って、買ったり、あるじゃないですか、プレイステーションストアみたいなところがあるんで、そこでゲームを買ったりするんですけども、紐付けしたまんま、でもこれどうしようもなくないですか。紐付けしたまんまにしておいたら、はい、私の息子が2万円分購入してました。2万円分購入していて、私、いやこれガチですよ、ガチで。初めね、1万円分、私の息子が家にいて、私も家にいて、嫁と下の子はいなかったんですよ。で、私の息子はこれが欲しいみたいなことを言っていてね、私に。で、当然お金がかかるわけですよ。でも、お金ないよって言って、お金ないよって言ってね、言ってたんです。で、私は、この YouTube のね、配信の準備があったんで、それを、そう、せっせとしていたわけですよ。そしたら、息子がなんかいきなり黙りこくって、なんかこう、なんか罰の悪そうな感じ、わかりますよね。なんか、罰の悪そうな感じしてたんですよ。で、なんかこう、どうしたのって言ったら、なんかなんもないよ、みたいな。ね、いや、本当に、みたいな感じで、こう言い出して、どうしたのかなと思って、なんかいきなりおとなしくなったなと思って、その、わかります？プレイステーション右側にこうなんか円表示みたいなのがある、なんか円表示みたいなのがあるじゃないですか。なんかそこのね、なんか金額がちょっと動いてたんですよ。と思って、さっきなんか欲しいって言ったものを、これ買ったってね、もうマジで私の時がね、マジピーンって止まりましたけど、これ買ったって普通に冷静に言ったら、みたいな感じ。いやいや、否定もせず肯定もせずみたいな、わかります？否定もせず肯定もせず、みたいな、目を見開いて、みたいな。で、なんかこう、買ったのみたいな感じで言ったら、みたいな。いや、買ったっていうか、いや、ボタン押したらみたいな感じで、ボタン押したらで、ボタン押したらそれ買ったってことやんみたいな風に言ったらね、まさかの二つ買っているというね、もう奇跡でしょ。奇跡でしょ。同じもの二つじゃないですよ。それ関連のものを二つ購入している。一個一個が一万円ずつ。そんな高いのあるの？あるんですよ。そんな高いのがあるんですよ。一個一個が一万円ずつのものを二つまさかの購入をしていて、課金ですよね、言っちゃうと。もうね、まあ私そういうのでは起こない。まあ私もちょっとね、こう紐付けをやめておけばよかったなと思って、まあ、もう言いましたよ。わかった、もうしょうがねえと。ね。ただね、もうママにどうしようか言う、どうしようかなってね、こう言ったらね、私の息子がね、ちょっとこう完全に焦り気味な感じで、ちょっと待ってくれ父ちゃんみたいな、ちょっとそれは言っちゃまずいんじゃないのかなみたいな感じの目をしていたので、一応ね、嫁には伏せておきました。伏せておきました。だから、私がね、もう私は彼の弱点を掴んでいるということで、もう何か断ることに、みたいな。私はもう息子ね、そう帰ってきた後に、私の息子がね、ちょっと言うことを聞かなかったので、息子の目をね、じーっと顔見をして、目を見開いて、ふーんみたいな、ふーんいいんだーって言った、いいんだーって言ったらね、本当に面白いぐらいにね、言うことを聞くようになりました。一時だけね、そう言った息子、2万円の課金ってお前みたいなね。まあなかなか怒るに怒れないというか、まあ私も悪うございましたので、そこから紐付け、プレイステーションも、私が買う時に紐付けをして、一応それが終わったら切るという形でね、その作業をしているわけでございますけれども、あったんですよ、最近。それこそ7月、8月ぐらいだったかな。これ皆様にお伝えするのを忘れておりました。よろしくお願いいたします。そういった息子でございますけれども、もうプレイステーション5が欲しいということでね、もう怖いという形で、だからデジタルエディションじゃなくて、普通の方が欲しいって。だって、デジタルエディション買ったら、常に紐付けしておかないといけないわけでしょ？そのプレイステーション5と私のカード、それ完全に危険すぎますから。よろしくお願いいたします。何がよろしくかわかりませんけれども、そういった形で普通の方がプレイステーション5が欲しいということでね、まあなかなか手に入んないかなという感じで、ちょっと抽選頑張ってみようかなというふうに思っている次第でございますけれども、いよいよクリスマスが近づいてきた時になかったら、もしかしたらお願いするかもしれませんので、その時はよろしくお願いいたします。その時は本当に今喉から手が出るほど欲しい。はい、やっぱりね、サンタクロースの夢は壊しちゃいけないと私は思っております。はい、高校3年生まで壊さないつもりでいますから、高校3年生まででございます。で、私はね、3年ぐらい前に、親に言ったんですよ。私も3年ぐらい前まではね、やっぱりちょっとし、いやだってほらサンタクロースいるじゃないですか。ですから3年、そう覚えてます、30中盤ぐらいまでね、の時に、そう、3年ぐらい前の時にね、実家に行って、クリスマス前に、ちょうど、家族団らんしていたんですよ。で、その時にね、私の、親が、こうね、こう、机に、まあ、団らんですから、座っていた時に、クリスマスの映像が流れてきたんで、だから私、親に言ったんですよ。今年サンタに何頼もうかなって言ったら、
ふふって笑われましたね。単純にふふって笑わ、私の息子もいたんですけど、あ、いや、そうです、サンタクロスいるから、いや、サンタ何頼もうかなと思ってんだよね、おかん。みたいな感じで、ふふって笑われましたね。終了しました。瞬間的に終了しましたのでね。だから私の息子に関しては、もうとにかく高校3年生まではね、サンタクロースはいるよという、そういったちょっとね、ファンタジーなね、こう、子供を育てていこうかなと思っている次第でございますので、よろしくお願いします。ですから、もし皆様の近くにファンタジーな子供がいたら、それつまり私の子供でございます。で、その横に立っているのがファンタジーなね、大人ということで、私、ビットマン TV でございますので、その時はぜひともね、お声掛けください。よろしくお願いします。はい。とにかくファンタジーな子供がいたら、それは私の子供でございますので、その横に立っているのはビットマン TV。あともう一つ、私のヒントはこれはわかりますよね。筋肉マンの車の後ろにビットマン TV というシールを貼っております。はい。これは車も言いましょう。はい。ランクルの 70K でございます。はい。ランクルの 70K の白。はい。この車の後ろにビットマン TV というシールが貼ってあれば、特に九州南部の方、それは筋肉マンの車。その筋肉マンを辿っていただければ、私に必ず会えますので、ここはあのビットマン TV さんの筋肉マンの方ですかねっていう風に質問をしていただければ、恐ろしいぐらいの笑顔が出ると思いますので、よろしくお願いいたします。おそらくね、会える可能性高いと思いますよ。はい。はっきり言いますけど。うん。高いと。特に、ジム行ってる方。ジム行ってる方、ワンチャンです。あ、もう筋肉、もう筋肉マンは筋肉マンが、とにかく筋肉マンはね、筋肉を愛していますから、もう毎日ジムに行ってます。で、やっぱりほら、本気のトレーニーでいいんですか？なんで、あの、ごめんなさいね。筋トレしない方にとっては、全然興味がないかもしれませんけども、筋トレする方ってマジすごいんですよ。びっくりしますよ。普通ほら、筋トレのジムって、一箇所でしょ。で、でもほら、なんていうんですかね、会員とかになっていれば、その系列の店舗、いろんなとこ行けるんですよ。行けたりするところも、まあ当然あるんですよね。で、筋肉マンは、もう毎日ほぼ、毎日行ってるんです。部位分けしてますから。だから、例えば、月曜日は、腕とか、例えば火曜日は胸とか、水曜日はお腹、で、木曜日は足とかね、もう足がもう、足トレマジやばいですからね。足トレはね、ほんとガチやばいですよ。本当に。うん。足とか、そういう風に分けてる。で、筋トレのジムによって、その系列なんですけど、ジムによって、その、機械がね、違ったりするんで、筋肉マンは曜日によって、その行くジムのその系列を変えてるんです。だから、月曜日は、何々店みたいな。で、火曜日は何々店みたいな。水曜日は何々店みたいな感じで、系列いっぱい変えてるんで、もう本当にそれぐらいのガチ勢ってやつです。ガチ勢。はい。そう、筋トレガチ勢っていうやつ。だからもうね、これ前も言いましたけれども、本当に体マジでかいですから。はい。で、なんですか、ドウェイン・ジョンソンに似てる。まあ、本当に完全に坊主でね、もう、ほぼほぼ彼の特徴を言ってますから、多分わかると思います。はい。ドウェイン・ジョンソンに似ていて、もう、あとは、なんですかね、もう旗から見たら大会出てるよね、あなたぐらいの勢い。もうね、太すぎて引くみたいなね、感じがしておりますけれども、そういった彼でございます。はい。本気勢で、まあ、ガチ勢ってやつでございますから、うん。いろんな筋トレのね、その系列で回ってますから、もしかしたらね、会えるかもしれません、本当に。うん。まあ、そのね、筋トレ行ってる場所は控えておきましょうか。控えておきましょう。回る勢がいるかもしれませんのでね、よろしくお願いいたします。はい。そういった形で、まあ、筋肉マンの車の後ろにビットマン TV というシール貼ってますから、すぐわかると思いますので、もし見かけたら、ビットマン TV さんので言っていただければ、ですよみたいな感じでね、言ってくる。ちょっとなかなか、初め見たときはね、ごつすぎて、声かけづらいと思うんですけど、ものすごく笑顔が可愛い彼でございますので、よろしくお願いします。可愛いでございますから、よろしくお願いいたします。はい、それではね、ごめんなさい。本日の、ヨタ話、今から始まりますかね。今から、本日もう終了するんか違います。今からでございますので、よろしくお願いします。今日の重要ニュースは4つ。はい、ビットゲットさんのね、案内をここを載せながら話をしました。はい、重要ニュースが4つ。もしよろしければ、アカウントを作っていただければ嬉しいございますので、今も263名をね、突破した。昨日は259名でしたかね。嫁様が、登録をね、していただいて、リンクをご活用いただいて、本当に嬉しく、ありがたく思っております。ありがとうございます。よろしくお願い、今後ともよろしくお願いいたします。はい。そういった形で、活用いただければ、嬉しいございますので、よろしくお願いします。はい。そして、ごめんなさいね。今日の重要ニュースが4つ。そして、チャート分析が、ビットコイン、そして、イーサリアムでございますね。そして、リップル、そして、ビットコインキャッシュ、そして、ファイルコイン、そして OMG ですね。久々扱います。国内、コインチェックでも扱ってます。OMG。そして、最後を締めくるのは、eCash で行ってみたいと思います。XEC でございます。よろしくお願いいたします。皆様、9月の最終日、ラストの日、第1部の配信、ぜひとも楽しんで、ご視聴なさってみてください。よろしくお願いいたします。レッグアウトお願いいたします。お願いいたします。あとはプレイステーション5頑張って探します。クリスマスに近づいてもまだなければ、本当に頭がもう本当に地面にぶっ刺さって、いくレベルでお願いするかもしれませんけれども、その時はよろしくお願いします。まあでもなかなかないでございますよね。よろしくお願い。何回もお前よろしくお願いしますって、そんな欲しいんか？欲しいです。
ごめんなさい、ごめんなさい。欲しいでございます。よろしくお願いします。はい。もしね、手に入っていらねえぜっていう方がいらっしゃったらでございます。転売もまあ、あんまり興味ないからねっていう方がいらっしゃったらよろしくお願いいたします。はい。で、行きましょう、行きましょう。取引所はね、くれな、いや、取引所くれよ。取引所くれ、あちら、ビットゲットさんくれよ。逆に、ちょうだい、みたいな感じで思っております。まあ、さすがにないでしょうね。さすがにないでしょうね。よろしくお願いします。まず、お一つ目のニュース、こちらから。行きましょう。はい。でもどうでしょう。たまに YouTube とかで見るんですよ。取引所が。なんか、わかりますよね。あ、ほら、それこそビットゲットさんで世界大会があるじゃないですか。世界大会あるでしょ。で、この10月の20日からエントリー開始で、10月の30日から開始だったかな。10月20日からエントリー開始の10月30日から開始だったと思うんですけど、あれでもね、ほら、チームトップの上位の方にはプレイステーション5プレゼント。でも、そのレベルですもんね、プレイステーション5。だから、手に入りにくいのかなと。まあ、プレゼント企画でやるぐらいだから、1台ぐらい余ってないですか？よろしくお願いします。はい、冷静にでございますよ。よろしくお願いします。まあ、上位入賞すれば手に入るじゃないかとね。そうでございますね。頑張ろうかなと思っている次第でございますので、10月20日からビットゲットさんの大会の案内をしますので、まあ、その前にしますので、ぜひともよろしくお願いいたします。チームメンバーバーディーになってくれたら嬉しいございますので、よろしくお願いいたします。はい。で、行きましょう、行きましょう。ごめんなさいね。話が脱線しまくっております。いきまーす。はい。20万ドルを超えるビットコインのね、FOMO ラリーは、もうすでに始まっているんだということで、ボビー・リーさんが、言っております。いきましょう。仮想通貨取引所 BTCC の元 CEO である、ボビー・リー氏は、いいですか？ 29 日のブルームバーグとのインタビューで、ビットコインが20万ドル以上に達する、FOMO ラリーはすでに始まっていると主張。 FOMO っていうのは取り残される恐怖っていうやつです。うん。だから、わかりますよ、なんか雰囲気的にはね。だから、もし金額がぐわーっと上がっていったら、やばい、このまま1万ってなって、やっぱ買わないとって、まあ、稲子が形成されて、さらにみたいな感じにもなる。まあ、感じが FOMO というやつでございますね。で、この FOMO ラリーはすでに始まっている。だから、潜在的には人々は、もうとにかく買わないとちょっとやばいんじゃねえかみたいな感じでね、気持ちとしてはなっているんじゃないかということです。で、いきますよ。ビットコインの価格が、弱気になっているのではないかという指摘を一周したということで、行きましょう。2000もうプラスですよね。こういうニュースがなんか来たら楽しいなとね。もうクリスマス年末来まして、もしかしたらね、今週は祝儀相場が来るかもねという感じがしますよ。はい。2021年には10万ドル到達とボビー・リーさんが言っております。うん。あと今から2倍あるかな、と2倍超です。2倍 2.5 倍ぐらいですか。で、10万ドルということになりますけれどもね。あと残り、10、11、12、第4クォーター3ヶ月、ありますから、まあどうなるかわかりませんよ。行きましょう。第4四半期に向けてビットコインに強気の情報源が増えている中、リー氏も同様に最近の価格の弱さを否定したと。で、4万ドルのサポートレベルを試すような最近の下落について聞かれると、たった 5% の下落だと反論した。まあ確かにそうですね。5% なんですよね。で、執筆時点ではビットコインは4万2000ドル付近でね、推移しているが、ビットコインは過去の最高値を更新するだけでなく、10万ドル、20万ドル、あるいはそれ以上の値をつける可能性があるというと。で、これは2021年が終わる前に実現するか、少なくとも上昇が始まるはずだとリー氏はね、主張したと。うん。で、10万ドルを超えるのは簡単で、その後の急激な上昇によっては20万ドルにタッチするか、それ以上になる可能性もあるとして、次のように続けたと。うん。もちろん20万ドルを超えるということは大きな節目のために多くのメディアに取り上げられるだろうと。それが、あ、書いてますね、取り残される恐怖と呼ばれるラリーにつながる。うん。一般的には数年に一度の割合で起こることだが、まあいわゆる半減期ことということでございましょうかね。私はビットコインの FOMO ラリーはもう長い間続いていると思うというふうに言っています。で、10月に期待かということで、気泡のように9月は最後までね、強気派を失望させることが予想され、来月に上昇トレンドに戻ることになるだろうと。で、今後のハードルとしては、9月30日に予定されている、アメリカ議会でのインフラ法案の採決と、10月1日の30億ドルのオプション満期があると。で、現在、ビットコイン価格がね、3万ドル台、半ばまで下落することが懸念されているが、まあ、3万5千ドルとかそこら辺ぐらいですよ。このようなイベントは、長くは続かず、再び楽観的な見方がね、市場心理を支配することになるだろうということでございます。だから、まあ、こういった形で今はね、そこまで強さが出ていないんですけど、市場最高値の6万5千ドルぐらいを超えてくれば、普通に10万ドルっていうのはもうすぐそこっていうか、一気に駆け上がりそうなね、感じもしますよね。一旦止まる、停滞するのが8万ドル半ばって言ってた記事もあったかな。8万ドル半ばで、もじってからの10万ドルジャンプみたいな感じで言っている記事もあったので、一応ね、市場最高値を超えていけば、もうすぐ目の前にね、10万ドルという大きなね、節目が来ますから、そこでの売り圧は半端ないことになると思いますけれども、やっぱりね、到達してきて超えていけば、多分恐ろしい上昇が待っていると思いますよ。もし、いいですか、10万ドル例えば超えてくるじゃないですか。で、そこでの売り圧、もう莫大な売り圧をこなしていけば、
おそらく1万ドルレベルぐらいでの上昇がボンボンボンって11万ドル、12万ドル、12万5千ドルみたいな、15万ドルみたいな感じで、本当に1万ドル幅でのね、上昇が見て取れる可能性がありますので、もう多分ね、手がつけられない状態になる可能性がちょっと本当にあるんじゃないかなって思います。10万ドルを明確に超えていけば。ですから、ちょっとね、考えられないような相場がね、来る。というのが、私の予想、10万ドルを超えてくれば、OK です。ですから、まあまあ、10万ドルまではね、一応規定路線としては私も思っておりますし、そこを超えてきた後のね、動きといったら本当に、それこそ FOMO が発動してもやばいことになるんじゃないかなというふうに思っておりますので、今のうちからね、やっぱりビットコインっていうのを、だって、わかりますよね。あのね、こういう言い方どうかなと思うんですけど、上がるとはあまり言い切れないんですけど、半減期が来るんですよ。とにかく4年。あと8年後に。2024年と2028年に、まあ、来るんですよ。これはもう確定している、ほぼ確定していることなので、来たらだってまた同じようなことが起こるというわけですよ。そういうことなんですよね。ですから、これを考えた時に上がらない要因がどこにあるのかな、みたいな感じが私はしますから、やっぱり超長期保有目的でね、ビットコインを購入しておくのはいいんじゃないかなと。0.1 ビットだけでも、持っておいてもね、損はないんじゃないかなというふうに思いますので、超長期保有目的の投資を考えている方はね、安いうちに仕込んでいくのは当然ありじゃないかなと思いますので、もし資金に余力がある方であればね、ちょこちょこ集めていってもいいんじゃないかなというふうに感じております。はい、次行きましょう。次はこちら。ここはまたね、大きいねーというね、こういうのもアメリカでございます。ナンバーワンでございますよ。ハンバーガーみたいな感じでね、なっておりますよ。ミズーリ州の方々は。よろしくお願いしますよ。行きましょう。全世帯に11万円相当のビットコインを配布という、これすごくないですか？アメリカのミズーリ州の州の市で実現へということです。はい、行きましょう。全世帯への配布が実現へ。うん、行きますよ。アメリカのミズーリ州クールバレー市で全世帯に暗号資産、ビットコインをね、配布する計画が着実に進んでいるようだと。で、同市のジェイソン、スチュワート市長は、いいですか、約1500人の全住民に、いや、たった1500人じゃんって思うかもしれませんけど、市が配るんですからね、これね。1500人の全住民に、世帯ごと1000ドルに相当するビットコインをね、配ることができるようになったことを、コインテレグラフの取材で明かしたと。で、スチュワート市長が市民にビットコインをね、付与する計画を発表したのは8月下旬と。最近ですよね。で、当時は最大で500ドルの金額を想定していたが、発表後に全国から注目されて支援が寄せられてきており、うん、1000ドル分になりうると説明をしたと。で、市民にビットコインをね、付与する目的についてやっぱりここは重要。うん。当時市長は、友人の人生がね、ビットコインへの初期投資で変わったという事例を取り上げ、市民がビットコインを長期的投資手段として富を蓄積することを目的としていると。で、そのため、受け取られた BTC を短期間で売られないように、付与から5年間ビットコインにアクセスできない仕組みを提唱。これすごくないですか？うん。市が一応付与はするけど、それはもうロックしますよってことですよね、5年間。ですけど、5年後経ったら、一応皆さんにこれ付与したということで、ロック解除されますよということでございましょうかね。まあ、ロックというかアクセスできない状態。ですけど、その方のウォレットに入れるみたいな感じでございましょうか。で、ビットコインマガジンに応じた最新の取材では、スチュワート市長は、ビットコインはヒューマニティの将来をね、考える新たな視点を与えてくれたと。で、ビットコインは自由、自己主張といったアメリカ合衆国の理念に合っており、うん、最もアメリカ的だと話し、ビットコインを介してクールバレー市を社会的に向上させることに期待をね、寄せていると。で、なお、ビットコインの付与について、予定日や具体的な方法は定かではないが、市長はそれをね、付与する前に、ビットコイン関連の教育ワークショップの開催を計画するということで、まあ、これはね、1500人ですけれども、一人当たり10万ドル、11万円ぐらい。ごめん、1000ドルですね。11万円ほどのビットコインを、まあ、こちらね、お配りになるということで、ものすごいことだなというふうに感じますよね。やっぱりアメリカすごいなというふうに感じている次第でございます。そして次行きましょう。はい、次はこちら。行きます。これも朝方流れてきたニュース来ましたよ、皆様。アメリカのコインベースが、いいですか？アバランチの新規取り扱いを発表ということで、コインベースで上場しました。はい。アメリカの大手取引所、コインベースプロは30日にアバランチの新規上場発表。で、取引が30日以降始まる予定ということで、取引ペアはドル、あとテザー、そしてユーロとして提供されますよということですね。で、まあ、一応読んでおきましょう。アバランチは、高速な処理速度や、マルチチェーン対応を特徴とする L1、レイヤー1プラットフォームだと。うん。で、アバランチはそのネイティブトークンで、ガス代の支払いや、ステーキングといった用途があるということですね。これは私が、新通貨のご紹介でおそらく取り上げていましたよね。新通貨の中に入ってると思います。あの、再生リストの中の、新通貨のご紹介というところに、入っていると思いますので、アバランチね。どういった通貨か知りたい方は、見ていただければ、楽しめるんじゃないかなと思いますので、よろしくお願いいたします。
ます。で、またコインベースプロが対応するのは C チェーンのアバランチトークンで P チェーンまたは X チェーンには対応していないというと。で、アバランチはいいですか、最近そうなんですよ、あのインセンティブプログラムがあってものすごく金額ね上がっている。で、結構長い間するっていう風に言ってましたよね。まあ、一応読みましょうか。アバランチは最近大規模な流動性マイニングインセンティブプログラムの実施によってエコシステムが急速に拡大中と。で、先日はディファイアクティビティの強化やアバランチ基盤のプロジェクトへの支援に対応するためにプライベートトークンセールで3アローズキャピタルや、ポリチェーンなどの仮想通貨 VC から250億円以上調達しているということで、このインセンティブプログラムが結構長い間続けられるということで、やっぱり注目も集めているでしょうしね。250億円以上調達するって相当期待が寄せられているんじゃないかなと思いますので、楽しみな通貨の一つでしょうということで、意識をしておいてください。よろしくお願いします。まあ、どういった通貨か知りたい方はね、新通貨ご紹介で軽めに説明はしていると思いますから、見てみてください。よろしくお願いします。まあ、コインベースでの上場が決まったということで、さらなるね、期待が持てていけるでしょう。はい、次行きます。最後のニュースですね、こちら。これも大きい。ちょっと10月、9月ラストになってきて、いいニュースが最終日パリパリっと流れてきておりますね。 SEC の委員長ゲンスラーさんですよね。ビットコインの先物 ETF への支持を再び表明ということで、おそらくこのニュースがプラスに捉えられた、もしくはちょっと今日ニュースでは取り上げませんけれども、イーロンマスクさんもね、支持を表明したということで、まあいいニュースなんでございました。これが要因になっている可能性もありますよね。今力強さが出ているビットコインの、いきましょう。 SEC のゲンスラー委員長は29日、ビットコイン現物に投資する ETF ではないです。現物 ETF ではなくて、シカゴマータンカイル取引所 CME で、取引される先物に投資し、1940年投資会社法に基づいて登録されるビットコインの先物 ETF への支持をね、改めて表明したと。先物の ETF です。現物ではないです。はい。で、でも現物への足がかりとしての先物っていう考えでいけば、それは当然プラスでございましょうからね、いいニュースでございましょう。で、ゲンスラー委員長はいわゆる40年法は十分な投資家保護を実現しており、そうした申請をスタッフがね、審査することを楽しみにしていると。だからもうこれは承認される流れになりそうですよね。今年もう10月ぐらいというふうに言ってましたね。あ、書いてますかね、ごめんなさい。とフィナンシャルタイムズのカンファレンス向けの文書で述べたと。で、委員長は8月にもそう同様の発言を行っていたんですよ。先物 ETF はいいよねみたいな感じで。で、それを契機に各社のビットコイン先物 ETF の申請がね、相次いだと。まだ SEC の承認を受けたものはないが、業界関係者は早ければ10月にも承認されると見ていると。で、SEC はビットコイン、あとはビットコインの先物、そしてイーサリアム、そしてイーサリアム先物に投資する ETF の申請をね、今約20以上抱えていると。だが投資家は、ビットコイン先物に連動した投資商品をそれほどね、好んではいない。好んではいないけど、足がかりとしてはやっぱりいいことですよ、これは。で、ブルームバーグのアナリスト、エリック・バルチュナス氏はいいですか？ビットコイン先物に投資するある投資信託は、募集から2ヶ月経ってもわずか1500万ドルしか資金を集められていないとツイートしているということですね。だから、まあ、人気がないよという感じ。で、2ヶ月前に募集開始したビットコイン先物投資信託は、運用資産残高がわずか1500万ドルにとどまり、高い需要を考えると極めて低いと。で、図はカナダでのビットコイン FX と、BTCC、はい、現物 ETF の、最初の43日間を比べたものと、で、ものと、で、投資信託と先物のどちらが問題なのかわからないが、おそらく悪い兆候だろうというふうに言っておりますね。はい。ですけれども、私は先ほど言いましたように、足がかりとしてはね、現物 ETF の足がかりとしては、いいんじゃないかなと思いますのでね。別にマイナスなニュースじゃない、だって全部遮断されるよりはね、全然マシでしょうからね。まあ、マイナスじゃないかなと思っておりますけれども、まあ、こういった形でニュースが流れてきておりました。はい。もしかしたら10月10、やっぱり第4クォーターにね、大きなこの ETF 絡みの、まあ、先物か現物かわかりませんけれども、大きな流れがね、来ることは確かでございましょうから、ちょっと期待感をね、の持っていきたいところでございます。はい、それではね、本日の重要ニュースは以上となります。そして行きましょう、本日のじゃーんと分析、パパプーパパプーパパプーパワーお願いいたします。行きます、行っちゃいます。下がるな、行きましてるよ。はい、まずはビットコイン行ってみましょう。いいですよ。行きましょう。はい、ビットコインなんですけれども、ただいまの価格が 43,370 ドル付近。はい、日本円で480万円をね、超えたあたりかなと。そして、月足を見ていくとこういった形。まあ、もう今日でね、月終わり、あと20時間で月足確定いたしますけれども、ちょっと見にくいですけどもね、こういった形に仕上がっております。はい。まあ、一旦はね、下落を3ヶ月連続、1、2、3ヶ月連続陽線をつけて、今、2ヶ月、直近2ヶ月は、
あ、ごめんなさい、陰線をつけて、そこから直近2ヶ月は陽線終了。で、今月また陰線、になり、まあ、なるでしょうね。おそらくなりそうなんでございますけども、今日、どれぐらい上げられるか、まさかの今日ね、47,181ドル。ここ超えていけばものすごく強いですよね。3ヶ月連続で陽線なんですけども、ちょっと難しいかもなという感じをね、いたしております。はい。ですけれども、どうでしょうかね。やっぱりこうね、先月の、ロウソクの形を下割れせずに、陰線終了するよりは全然マシ。なんとかね、下髭をつけて、なんとかこう下髭を伸ばしていただきたい感じですね、今日中に。ですから、まあどうでしょうか。まあ、半値戻しぐらいまでは、だから、どうでしょう。先月の4万、やっぱり44,600ドル以上、半値戻し以上ぐらいまでは、ちょっと盛り上がってくれれば、10月、11月、12月に向けてのね、さらなる、弾みがついていくんじゃないかなと思います。ですから、この右上がりのちょっとわかりにくいんですけど、このね、頭を押さえつけて、これレジサポ転換線です。4時間で見ればよくわかります。はい。レジサポ転換線を上にグリッと、突破する。つまり44,600ドル付近をつけてくれれば、半値戻し以上には、ロウソクレベルでね、実体部分で、半値戻し以上にはなってくれるんじゃないかなと思いますので、ちょっと今日のね、上昇には期待したいところでございます。OK でございますか？で、あとは、これはね、週足になるんでございますけど、まあ、週足はまあいいですね。月足が重要。はい。で、日足レベルになるんですけども、まだ依然としてね、やっぱり下落チャンネルを当然推移しているような状況になっておりますし、なんとかね、雲の形をチャレンジせずにね、なんとか持ちこたえてぐっと、昨日の夜あたり確か41,500ドルぐらいまで落ち込んできましたもんね。41,500ドルぐらいまで落ち込んで、今日の朝方ぐらいかな、上がってきた形になりますかね。ちょっと一応ね、一旦バーンと勢いよくブレイクしてきました。うん、この右上がりの安値をつけたね、サポートライン、ちょっとここ割れ込んでしまいましたけれども、サポートラインと、あとはこの右下がりのね、高値を結んだラインを同時にブレイクしてきて、今ちょうど、まあまだ雲のね、カタンを割れ込んではいませんけれども、強気雲の中に今、存在をしているということでございます。で、日足レベルで MACD 線右上がりで申し分なし、4時間足レベルで行くと、こういった形。まだね、4時間足レベルで行くと、このね、弱気雲の中に、まだいるような状態。ですけれども、上をね、頭を押さえつけられて、いた、ラインになってるんですよ。形が。うん。この形がね、頭を押さえつけられていたんですけど、これね、これをちょうどブレイクして、もうあと14分後に、4時間足レベルで行くと、雲の中での、いわゆるロウソク、確定をしますから、もしかしたらワンチャン今日ね、この、上端値、うん、勢いがあって、44,400ドル付近を、この下落チャンネルの上端値ラインをね、狙っていくようなフェーズに入っていく可能性がありますので、そこに対する期待感は持っていきたい次第でございます。OK でございますか。で、MACD 線も右上がりになっているので、良きかな、良きかなと。で、出来高もちょっとずつ増えてきている。そして、1時間足レベルを見ていくと、これが一番いいですよね。ちょっと薄いので、あまり信憑性はないんですけど、一応ね、弱気雲を、下から上にブレイクしてきました。はい。かなりいい形でブレイクをしてきて、この雲の、ね、上端値をサポートとして機能してくれるかどうか、ちょっと見にくいので雲消します。で、あとは、1時間足レベルで短期の移動平均線がね、長期の移動平均線を下から上にブレイクして、ゴールデンクロスを、うん、起こしておりますので、これもいい様相として捉えられるでしょう。ですから、1時間足レベルで行くと、この短期の移動平均線がぐっと上がってきた。だから、このあと12分後ぐらいですね、ぐっと多分上がってくると思いますので、そこをサポートとしてもう一発、うん、今日の夕方あたりぐらいまでには、44,000ドル半ばぐらいまでを、一旦はチャレンジして、うん、つけてくる可能性がありますので、そこに対する期待感はね、持っていきたいなという次第でございます。OK でございますか。まあ、いい形で、ちょっと反発をしてきましたね。10月に入るという期待感もあるんでございましょう。でもね、まだ依然として下落チャンネルないですから、短期並びに FX 勢が勝負をかけるのは、この下落チャンネルを上にブレイクしてきてからがいいかもしれません。そしたら、力強さが出てきて、47,000ドルぐらいまでを一気にバッと見ていける。うん。上昇してくる可能性がありますのでね、OK ですか？ですから、44,600ドル付近をブレイクしてきたら、ロングインのチャンスとして短期並びに FX 勢は、今上向きにになっておりますからね、ロングインのチャンスとして捉えておいてください。よろしくお願いします。はい。右下がりのライン超えてくるとね、長期の移動平均線もちょうどブレイクして、このレジサポ転換線もブレイクしますから、結構な力強さが出てくるんじゃないかなと思いますので、楽しい相場がね、待っている可能性がありますから、よろしくお願いいたします。はい。もし割れ込んで落ちてきた場合は、先ほどから言ってますように、ニュースでも上がりましたけど、3万ドル中盤、つまり3万6000ドルぐらいまでずーっと落ちてきますからね、ここに対する注意をね、しておきましょう。で、ちょっと、うん、日足 MACD もね、ここ、ゴールデンクロスを起こしかけていい感じ。ちょっとここはもう消しておいてもいいかなという感じがしますね。高値を結んだらもう意識されなくなってきている感じがしますから、ちょっとここも修正を施してこういった形でいきましょうかね。水平線っぽい感じにも見えるんですよね。ですから割れ込んじゃ、まあ割れ込んじゃいけないライン、ちょっと荒いかもしれませんけど、4万ドルっていうのを意識しておいてもいいんじゃないかなって、ここで支えられているのは、下落チャンネルの抽選が意識されている感じもしなくもないので、4万ドル、このラインで、やっぱり4万ドル、一番傾んでいくと4万ドルですかね。4万ドルを割れ込んだら、まずいよと。まあ一応ここは、入れずに行きましょうか。サポートとしてもね、
高値を結んだラインもちょっとそろそろ意識もされなくなってきている感じもしますから、まあとにかく一旦今は4万ドルを底として頑張ってね、何回か、もう何回ですか、4万ドル付近を 1,2,3,4,5回、6回叩いて今上に上がってきてますし、うん、それを考えると、ね、あともう一個見たいのがあるのでいいですか。200日の移動平均線まだまだ上にいますよね。ちょっとこれちょっと見ていきたいなという感じ。あー、1時間足レベルだったら超えている。4時間だったらまだ全然上。はい。日足レベルだと200日の移動平均線がちょうどこの下落チャンネルの上にいるので、45,300ドル付近に、200日移動平均線が存在します。ですから、あー、ここね、下落チャンネルを抜けてきても、200日の移動平均線で頭押される可能性がありますので、そうなると、レンジ相場を作る可能性があるんですよね。45,500ドル付近から4万ドルの間でのレンジを作る可能性がありますので、それが嫌な方は、ちょっと先ほど下落チャンネルを抜けてから入ってもいいよって言いましたけれども、45,500ドルを実践として明確に抜けてから、ロングインをした方がいいかも、知れません。やっぱりここは、かなり意識されるラインだと思います。はい、この、日足レベルでの200日移動平均線は、かなり意識されると思いますので、ここを超えてきてからロングイン。ですからここで方針がちょっと定まりましたね。45,300ドルぐらいでのショート、レンジ相場を、ね、意識している勢がおそらく出てくると思いますから、45,300ドルぐらいでのショートをかけて下落を狙っていく形でもいいかも。ですけどその際は結構難しいですよ、この相場は。いいですか、その際はこのね、レジサポ転換線になっているこの右上がりの黒いラインが、いいですか、押されて戻ってくるんですけど、サポートとして機能してくる可能性がありますので、ここでのもじもじがね、もうかなり嫌だと思います。ですからもしここね、いいです、45,300ドルでショートを打って、あ、サポート入ってるなと割れずに反発してきて、2回3回ぐらい上をついてチャレンジするようであれば、ちょっと損切りで逃がした方がいいかも。もし一気にぶち抜いてきたら、バチコーンってね、47,000までショートスクイーズ起こして上がってくる可能性がありますから、 OK ですか。今のが一つのシナリオです。なかなか難しいですよ。 OK ですね。200日の移動平均線で押されてショートをかけるのもありですけど、すぐ下にレジサポ転換線が待ってますから、ここでのサポートが入って上を続く動作を2回3回ぐらいしてきたら、我慢しきれずに、いいですか、ロングがガッと集まっていってショートスクイーズが起こって、47,000ドルぐらいまでの上げシナリオがありますので注意。OK ですね。ショートはありですけど注意。何回か積んだらもう逃がしていった方がいいです。OK ですね。それよりかは、これ、45,300ドルを超えていった後のロングインで47,000を狙っていく。瞬間的にパーンと上がっていく可能性がありますから、ここを狙っていく形がいいかもしれません。OK でございますね。だから、下落、そうですね。やっぱり200日の移動平均線がちょっと邪魔になる可能性がありますので、下落チャンネルを抜けていった後は、ロングよりも直後はね、ロングよりもショートの方が現実的にはありかもねーっていうのは押さえておいてください。ヒゲをつけてパーンといくかもしれませんから、45,200でのショートはありよということで、押さえておきましょう。反発狙いでガッと落ちてくる可能性がありますからね。よろしくお願いいたします。はい、次行きましょう。面白い相場が来るかもしれませんね。皆さんね、ショートもロングも面白い相場が来るかもよということでね、こういった時に、やっぱりコピートレードとかいいですよね。なかなかほら、張り付きが難しいと思いますから、そういったところでも使えてくるんじゃないかなと思いますので、コピトレをやってる方はね、そういったところが得意な方が、見つかれば最高かなと思いますので、よろしくお願いします。はい、そして次行きます。次はこちら。ビッツコインがキングなら、イーサリアムはクイーンでございます。お願いいたします。お願いいたします。やっぱりね、相場の調子がいいと、このもじもじじゃなくて、相場の調子がね、いいとね、やっぱり気分がいいでございますよ。はい。第2部の配信もね、この調子でいきたいなと思っている次第でございますけれども、なんとか頑張ってほしいと。行きましょう。はい。イーサリアムなんでございますけれども、ただいまの価格が3,017ドル付近をね、推移しているような状況。これはいいんじゃないですか？うん。だって月足レベルでもう半値戻し以上まで戻ってきてますからね、これはいい様相かなと思いますよ。半値戻し以上までは、先月の、陽線つけてガッと落ちてきたんですけども、半値戻しまでは来ました。で、なるべくなら下髭を長めに残してほしいかなと思いますので、やっぱり黄色いライン上をね、つけてほしいかなという感じ。月足レベルでいくと。ですけど、もうこれずーっと右上がりでね、頑張ってズン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 いってますから、黄色いライン上まで来るとそこをまたサポートとしてぐんとね、右上がりの、要素が待っているかもしれませんし、もうね、わかります？これね、エリオット波動ですよ。月足レベルのエリオット波動。いきましょうか。1,2,3,4,5! みたいな形でね、1,2,3,4,5! みたいな形でもう一気に1万ドルぐらいまで行ってくれねえかなと思ってる次第でございますけれども、バーみたいな形でね、来れば楽しいという形がしますけれども、1,2,3,4,5 みたいな。まあでもね、普通は3波が一番長いんで、1,2,3,4,5 みたいな形でね、行ってくれたらいいなと。エリオット波動3波が一番長い。いや、まあ一番短くはないって感じ。うん。3波がだから一番短い。だから、1,2、まあこれ、だから、エリオット波動とは言えないですね。1,2,3,4,5 みたいな形で、行ってくれたら嬉しいなという感じがしますけれども、はい。まあエリオット波動ね、ちょっと意識されている方、まあいませんかね、ここ落ち込んでいるので、一番長いんで、3波目がね、ですからちょっとそこは
は考えづらいかなと思いますけども、NG 波動をね、NG を作っていてぐん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 上がってくれれば嬉しいなという次第でございますけども、なかなかいかないかな、そうはうまくね、1万ドルまで一気に行くぜみたいな感じでね、行ってくれたら嬉しいなみたいなことでございます。で、行きましょう行きましょう。冗談はさておきでございますよ。うん、行きますよ。はい。まあ、イーサリアムね、例えば33万円ぐらいをね、推移しているような形になっておりまして、雲を見ると、雲の形でなんとかサポートをされているような状況で、高値を結んだラインも消しておきましょう。はい。これは右上がりの安値を結んだサポートラインがやっぱりバッチンバッチンに効いているような状況でございますから、それと雲が重なっているのでいい形なんですよ。だから、雲下割れしても下抜けしてもね、この安値を切り上げたサポートラインが、効いていますので、そしてさらに、これは100日の日足レベルの100日の移動平均線もちょうど下にあるので、底堅い印象が出てきているんです。そしてさらに言うともう一つ、下落チャンネルの抽選ラインもありますから、底堅いですよ、これは。OK です。ですから、イーサリアム2850ドル付近は、落ちてきた時の、現物の反発狙いの買いチャンスとしてね、捉えておいていいんじゃないかなと、2850ドル付近。ですけど、今になるとね、もう今上をぐんぐん狙っていますので、まあ、もし頭を押さえつけられて、レンジが意識されているんであれば、ビットコインも同様ですけど、レンジが意識されているんであれば、ちょっとグッと落ちてきてね、ヒゲはつけると思いますけれども、この長期の移動平均線でのヒゲはつけてくると思いますけど、なんだかんだ言って、この右上がりのトレンド、ライン上まで戻ってくるんじゃないかなと思いますので、2850ドルと、このね、100日移動平均線の2700、どうしよう、中盤あたりぐらい、までの、2700中盤ぐらい、2700ドルぐらいですかね、ヒゲまで加味したらね、2700ドルぐらい、2700序盤ぐらい、ごめんなさいね、細かいですけど、2700、ドル、前半ぐらいまでのね、落ち込みからの反発がある可能性がありますので、そこを期待して分割をね、2850と2750ドルぐらいですか、そこら辺での分割、エントリーで差し値を置いておいてもいいかもしれません。レンジで意識されているんであれば戻ってきますよということで OK ですか。で、3153ドルをやっぱりね抜けていければ、力強さがねやっぱり出てくるでしょうし、月足レベルでもあそこがなかなか重要なラインな感じがしますからね。こういった形でちょっと右上がり、安値は右上がりで、高値はね、一応この3150ドル付近で黄色いラインで一定値、そして弱気雲の上端値もありますので、やっぱりちょっとここねもたつく可能性がありますってなると、戻ってきた時に先ほどレンジって言いましたけれども、ちゃんとここでサポートされれば、アセンディングトライアングルを作るような流れになると思いますから、そうなるとより一層ね、ここ、上昇、つまりこのアセトラの3150ドルを突破していくっていう期待がね持てていけるでしょうから、そこはね楽しみな、また相場がイーサリアム単体でいくと見て取れるんじゃないかなと思いますので、よろしくお願いいたします。とにかく3153ドルを抜けていけば、これはロングチャンスの相場が来るんじゃないかなと思いますので、そこはね意識をしておいてください。よろしくお願いいたします。3153ドルがポイントですよ。 OK ですか。今の値打ちでいくと3153を抜けるとちょうど下落チャンネルもほぼ抜けるような形になりますので、ぐっと3500ドルぐらいまでの上昇がね期待できるような形になりますので、ここは見ていきたいところでございます。よろしくお願いいたします。そうなるともうこれは意識されなくなるかもしれませんね。ちょうどもう被るような形でございます。一応残しておきましょうか。こういった形でね。よろしくお願いいたします。はい、次行きましょう。次は、こちら、リッポーちゃんでございます。行きます。行っちゃいます。皆様の大好きなアルツのお時間でございます。私も大好きでございます。いや、お願いいたします。お願いいたします。はい、行きます。行っちゃいます。はい。立方ちゃんなんでございますけれども、行きますよ。ただいまの価格が、0.96 ドル付近をね、推移しているような形になっております。0.96 ドル付近を推移しているような形、になっております。で、まあどうでしょうか。広い範囲でいくとも、これは月足レベルなんでございますけれどもね。うん。先月、先々月は、陽線で終わっていますけど、今月は陰線で、まあちょっと終わりそうかなと。ただ、月足レベルで半値戻しぐらいまでは、まあ持ち上げておりますから、まあいい形、実践レベルでね、もうちょっとね、こう上がってきて頑張って、下髭をちょっと長い部分で残してほしいかなと思いますけれども、ちょっとなかなかね、今日あと1日しかないので難しい形もしますけれども、ちょっと今ね、上を狙っていって、お、いい形で仕上がっていきそうな感じもしますよ、やっぱり。うん、行きましょう、行きましょう。ただいまの価格が日本円で106円ぐらいですよね、106円ぐらいで、一応雲を見ておきましょう。はい。日足レベルでの雲を見ていくと、雲の加担値がね、ちょっと頭の、加担値には入っていたんですけど、ちょうどね、ちょっとずっともじもじしていて、高値を結んだラインがやっぱり頭の押さえつけラインになってね、ずっともじもじしてました。ですけど、今ね、日足レベルで、ちょっとこれね、雲の中突入しておいて、さらに言うと、加担値がぐっと上がってきている。そして、このね、高値を結んだラインも、ブレイク、今の段階ではしているような状況ですから、そして、マックD線も右上がりになっているので、いい形にね、仕上がってきそうかなっていう様子はしております。はい。で、ちょっとごめんなさい、4時間も見ていきたいんですけども、4時間足レベルがこういった形。うん。まだ弱気の中、いますけどね、ビチッと昨日ね抑えられたっていう感じ。
ちょっとツイッターの方にも流しましたけれども、この高値をね、結んだラインで、バチーッと抑えられて戻ってきたんですよ。昨日の夜。それこそ、ドンキホーテに私が行っている時間ですかね。ガーンと抜けたんですけど、弱気雲の上端値で抑えられている。しかも、もう一個ね、ここも意識されているかなと。100日の移動平均線、4時間足レベルでの長期の移動平均線がやっぱり抵抗線として効いていて、ぐっとね、もうすぐね、高値を結んだライン以下に押し戻されてしまったので、あーどうかなと思ったら今日の朝方ね、ぐっとビットコインの上昇基調も多分これ相重なりましてね、上にブレイクして、今ね、4時間足レベルで、この高値を結んだライン上でね、ロウソクを、ごめんなさい、もう一回戻りますよ。確定しております。はい、確定しておりますから、一旦はね、ここ、1ドル。1ドルをね、目指していくような形になってくるんじゃないかなと。で、そこでちょっともたつくかもしれませんけども、抜けていけば 1.02 ドル。とにかく今はね、青いライン、1.02 ドルを狙っていくようなフェーズに入っていますよということで、短期並びに FX 勢はロングインをしていただいて、ちょっと時間がかかるかもしれませんけれども、1.02 ドルぐらいまでの上昇は見ておいてもいいかもね、というのは、意識しておいてください。ですから、110、どうですか110円ぐらい。そうです。112、3円ぐらいですかまでの上昇は見ていけるかなと。1枚あたり、ですから、7、8円ぐらいの上昇は見ていける可能性がありますので、まあ、ある程度ね、枚数多めに仕込んでおいてもいいかもねっていう形で押さえておきましょう。もし、この高値を結んだラインを下に割れ込んだらね、すぐ、損切りをしていくような形でいいかなと思いますので、よろしくお願いいたします。はい。立方ちゃんに関してもちょっと力強さが出てくる可能性がありますよっていうのはね、意識をしておいてください。100日の移動平均線がちょっと邪魔になるかもしれませんけどもね、フェーズ的には 1.02 ドル付近を狙っていくような形で、抜けていけば、結構強差が出てくると思いますよ。これは、はい、1.02 ドルという青いラインを抜けていけば、これは1.3 ドルぐらい目指していってもおかしくない動きが出てくるんじゃないかなと思いますので、そこに対する期待感をね、持っていきましょう。よろしくお願いいたします。はい、次行きます。次はね、ビットコインキャッシュ見ていきましょう。行きます。ビットコインキャッシュなんですけども、ただいまの価格が502ドル付近を推移しておるような状況になっております。で、日本円で言うと5万5000円ぐらいですか。5万5000ぐらいをね、つけているという形になっております。OK でございますね。で、ビットコインキャッシュに関して言うと、今、強気雲の形で、まあ、もじもじしてまして、ここね、長期保有、ごめんなさいね、ため声になってしまいました。長期保有目的の方であれば、これ、やっぱり、なるべくね、安値で仕込みたいなと思う方がいるかもしれませんので、ここはね、今ね、ちょっと中途半端かもしれませんけど、安値で仕込むっていう観点でいけば仕込み場所としてはね、申し分ないです。はい。やっぱり474ドル。うん。ここは、実践を考えると、ヒゲちょっと抜けてるんですけど、実践でいうところのサポートラインとして、意識はね、されて、ここはヒゲですけど、サポート、ラインとして、まあ、意識はされているラインでしょうと。ですから、ちょうど、これ反発してきてるんですよね、サポートとして。で、やっぱりなかなかね、なかなかとか結構いい形で、この474ドルっていうのは、ある程度底堅い印象はありますから、まあ、そこ付近ですしね、今ぐらいで早めの分割エントリーでね、購入しておいてもいいんじゃないかな。まあ、とにかく今後の上昇の期待が、持てる通貨に関しては、やっぱり早い段階で仕込んでおかないとね、上昇が取れていかないような状況になりますから、まあ仕込み時としては悪くないよと。うん。一応上から青いラインが第一分割エントリー場所で、黄色が第二分割エントリー場所、赤いラインが第三分割エントリー場所ですので、まあ長期保有目的の方は悪くないという感じ。OK でございます。で、中期、あとは短期勝負、並びに FX 関係で勝負をかけてみたいなと思う方は、いいですか？方は、ごめんなさい。ここですね。なるべくならやっぱり雲中突入してから入っていくのがいいでしょうから、まあ時間軸的にはね、やっぱりここ、わかります？これね、三尊形成をしていたんですよ。三尊形成をしていた時のネックラインあるでしょ。まあ、今の値打ちでいくともうかなりね、急激上昇が起こらないと難しいんですけど、ネックライン上にやっぱり回帰してこないと、なかなか難しいところがあるかもしれません。ですけれども、その前段階でね、この580、ごめんなさい、この青いライン、550ドルから結構上がスカスカになってますから、550からこのね、三尊形成のネックラインまでの500、600ドル付近までの上昇はね、ワンチャン見ていけるかなと思いますので、まあ短期並びに FX 勢はね、550ドル付近から、入っていってもいいんじゃないかなという感じがいたします。はい、550ドルからのロング、でも黄色いライン抜けてからでもいいですよね。結構これね、512ドル、4時間足レベルの雲中に突入しますから、ごめんなさい、もう一回ちょっと見ましょうか。黄色いラインを突破してから入っていって、青いラインでの利確はまず一旦はありでしょうね。上がスカスカになってますから、512ドルぐらいでブレイクしてきてからロングインして、ちょっと細かいですけど、550ドルぐらいで利確。これは一旦は、ロング勢としては、一つ、短期で稼ぐにはありかもしれません。OK ですね。ですから、黄色いラインを超えていってからの550ドル。ここは、一旦短いフェーズでの短期並びに FX 勢は、ありかもよということは押さえておいてください。よろしくお願いします。で、そっから抜けた後も、まあ、力強く抜けてくればね、ちょっと上値が重たくなる可能性がありますけれども、ありますけれどもね、そうですね。
ちょっとなかなか難しいですけど、そうですね。やっぱり冷やしレベルでの雲の形がちょっと邪魔するかなと思いますから、一発抜けがね、ちょっと難しいかもしれませんけど、もじって上に抜けてくれば、もう一発ロングインをして、次は三尊のネックラインぐらいまで狙っていくみたいな形、600ドルぐらいまでの上昇を狙っていくみたいな形でね、段階的にロングインして利確。ロングインして利確っていう形がね、いいかもしれませんので、よろしくお願いいたします。はい、次行きましょう。とにかく、黄色いライン突破してくれば、短期並びに FX でも稼げる相場が来るかもね、というのは意識をしておいてください。はい、次行きます。次はね、ファイルコイン見ていきましょう。ファイルコイン。このファイルコインがね、やっぱり突然起こるぜ、みたいな感じで。突然爆発する通貨の一つですもんね、これね。はい。ファイルコイン、なんでございますけれども、いいですか？ただいまの価格が、もう60ドル付近をね、推移しているような形になっております。60ドル付近を、OK でございますか？で、これ、今ね、わかります？冷やしレベルで、そうなんですよ。出来高が急増、今ずっと出来高がぐっと増えてるんですよ。ですから、もしかしたら直近でね、大きな動きが出てくるかもねという感じ。うん。出来高はね、減っている、むしろ増えていっているので、ぐんぐんと、わかります？この大幅上昇あったでしょ？大幅上昇と同じぐらいの出来高流入が起こってます。出来高が増加しておりますから、一応ね、注目が集まって流動性も高くなっているので、直近でね、大きな動きがもしかしたら出てくるかもしれません。このファイルコインに関しては。ということは、しかも今ね、これ話簡単です。うん。ある程度このね、赤いライン上付近に今登ってきてるんですけど、いますので、短期並びに FX 勢もぐっと入っていっても面白いかもなという感じがします。出来高の増加を見ると OK です。で、4時間足レベルでいくと、ちょっと雲がね、邪魔をしているっていうのがちょっと、いや、冷やしレベルでは雲はグーンといってますから邪魔してないんですけど、雲がちょっと邪魔してる感じもありますけども、ちょっとこの出来高増加が気になるので、短期並びに FX 勢はね、勝負をかけていってもいい通貨の一つになっているかもねというのはね、一応意識をしておいてください。よろしくお願いします。で、マックディ戦も右上がりで申し分なしでございますし、雲だけがちょっと嫌な感じがしますから、1時間足レベルだと雲はね、上にブレイクしてますから、ここは悪くないですよ、様相としたら。1時間足レベル、マックディ戦もいい形。はい。4時間の雲ですよね。あと、ここの兼ね合いがどうなるか。日足レベルの雲はないので OK、 邪魔はしていないですので、ちょっと4時間が気になるんですけどね。勝負かけてもいいんじゃないかなっていう通貨の一つで、狙うんであれば75ドル付近。この黄色いラインでの一旦の利確はね、しておくべきでしょうから、ここはね、よろしくお願いいたします。75ドル付近ですよ。ですから、このファイルコインに関しては突然ぶち上がったりしますからね、これはね。ですから、今ちょっとこう、短期的な形でいくと、動きが出てくる通貨の候補の一つになっているよということで、意識をしておいてください。よろしくお願いいたします。はい、次行きます。ファイルコインね、出来高が増えているので、直近で大きな動きがある。かもねということですね。で、次は行きましょう。こちら久々扱います、 OMG 見ていきましょう。 OMG 来ましたよ皆様。はい、OMG なんでございますけれども、ただいまの価格が 11.12 ドル、はい、日本円で言うと1240円ぐらいをね、推移しているような形になっております。で、日足レベルで言うと、いいですか、雲上、強気雲上でね、ぐん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 推移しておりますので、力強さがある唯一の結構ね、数限られた通貨かなっていう感じ。力強ですよね、これね。OMG に関してはお店 GO でございます。はい、お店 GO という通貨ですね。で、一応、これね、ある程度意識されていた、この上昇トレンドの裏タッチ。わかります？裏タッチでガンガン押されてるでしょ？ヒゲ加味しても。ガン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 で押されてるんですよ。ですから、この裏タッチのこのね、上昇トレンドはずっとまだ生き続けている状態ですから、これを上にブレイク今してきてるんですよ。冷やしレベルで。OK です。で、ヒゲでつけても押し戻されてますから、実践としてはっきりね、つけてくれれば、結構力強さが出てくるんじゃないかなっていう感じ。で、今ね、これね、つけそうな感じにもなってますから、つけてね、やっぱりここね、割れ込んでいるんですけど、一旦もう一回チャレンジしてもいいかも。うん。短期並びに FX 勢は、この OMG に関して、いいですか？短期並びに FX で、仕込み場所に今いますよということは意識をしておいてください。よろしくお願いいたします。はい。仕込み場所にいますよというのは意識をしておいてください。こっから仕込んでいただいて上、A を狙っていただく。いくらぐらいまでの上昇があるかだと。一旦は史上最高値のここですよね。やっぱり15ドル付近までの上昇は見ていけるでしょうけれども、こっから突破してくればね、結構というかかなりの力強さが出てくる可能性がありますし、フィボナッチエクステンションでちょっと見ていきましょうか。ちょっと荒いかもしれませんけど、いきますよ。この、上昇バチコの起点をこことして考えた場合、どうでしょうかね。このフェーズをまだ考えてる方がいるかもしれません。こうなると、やっぱり15ドルぐらい、史上最高値付近ですよね。ここまでの上昇はあるのかなと。1のラインが 14.85 ドルぐらいですから、史上最高値ぐらいまでの上昇はあるかなと。あとは、どうでしょうか。なかなかね、どのフェーズを考えている方が多いのかなという感じでございますけれども、
そうですね。まあ、今のやっぱり史上最高値の15ドルぐらいですかね。一旦はそこを目指していて、そこで押されて、あとまたチャートを形作っていくでしょうから、そこでもう一回見ていくのがね、いいかなと思いますので、短期的には今ぐらいからロングインをしていただいて、15ドル付近を狙っていく、いただくっていうのが、現実的にはね、考えうるいい路線でございましょうから、よろしくお願いいたします。15ドル付近ですよ。利確はね、よろしくお願いいたします。はい。そして今日の最後は、行きましょう。XEC、E キャッシュを見ていきたいと思います。E キャッシュでございますね。はい、行きまーす。E キャッシュなんでございますけれども、ただいまの価格が、下5桁25,400ドル、25,000ぐらい、下4桁、ちょっと桁が小さいのでね、すいません、下4桁だけ言わせてください。そして日足レベルでの MACD 線が右上がりでゴールデンクロスを起こしかけている。でこれね、一旦ガチッと上がっていってグンと急落してきたんですけども、ちょっとそこを固めてグッとね、わかります、右上がりになっているので、やっぱりこのラインがそことして認定をちょっとされてきているような状況で、ちょっと相場感が今変わってきてますよね。青いラインをちょっとサポートとして、そしていいですか、この短期の移動平均線もちょっとサポートとして上をグンと狙っていきそうな感じがいたしますので、それを考えると右上がりの上昇チャンネルがね、ちょっと今から作られてくる可能性がありますよというのは意識をしておいてください。ちょっと荒いですけどもね、まあこういった形、はい、うん、こういちょっとヒゲまで加味したらこういった形かな、はい、こういった形がちょっと意識をされていくかも。なんかこう、この底を打った後から、うん、ちょっと右上がり気味になっているので、で、あとは、うん、このね、短期の移動平均線もそうなんですけど、上昇チャンネルで見た場合、抽選ラインでちゃんとしっかり今ね、サポートされているって感じにも見えなくはないので、ちょっとこじつけかもしれませんけれども、この上昇チャンネルがね、今後意識されてくるかもねというのは、ちょっと頭の片隅に入れておいてもいいかもしれません。OK ですか？で、あるならば、今からぐっと持ちこたえて上がってくるんでしたら、下5桁が3万、うん、3万ぐらいまでの上昇を見ていける可能性がありますので、ここはね、一旦注意をしてね、見ておいてください。よろしくお願いいたします。まあ一旦上げていってね、どうでしょうか、うん、ちょっと1時間も見ていきましょうか。雲とかはまだ作られて、あまりはっきり作られてはいないかなという感じでございますけれども、ちょっとね、右上がり気味になっているので、やっぱり上昇相場が描かれていくんじゃないかなという感じがね、いたします。うん。ごめんなさい、今これ完全に私の雰囲気で言っておりますからね。で、あと、うん、ここを見るとやっぱり強気雲出てますしね、ぐーっと持ちこたえてぐんぐんと上に上がってきそうな感じもしなくもないので、もし落ちてくるんであれば、いいですか？ここはちょっと意識しておきましょうか。落ちてくるんであれば、もうちょっと下でもいいですよね。これね、青いライン。一旦は青いラインのやっぱりここ見てください。ここ青いライン上でのやっぱりサポートは気にかけておくべき。うん。ここね、出来高がガッと増えてきて、レジスタンス、サポートで機能してますから、一旦は青いラインに来た時の現物買いは推奨。そしてその下のちょうど上昇チャンネルで見た場合の下端値ですよね。ここが水平の、わかります？ヒゲまで加味した場合のサポートになっていますので、ここは黄色いラインで追加を一応しておきましょう。ここは、長期保有目的の方であれば、第二分割ラインとして捉えておいてもいいんじゃないかなと思いますので、18,470。うん。ここまで落ちてきたら分割はもう一発ありよという感じでね、押さえておきましょう。 OK でございますか。ですから今ちょっとこうね、上昇チャンネルを作っていくような流れになりそうかなと思いますので、そこに対する期待感をね、持っていきたい。そして日足レベルでの雲も強気雲が発生してきておりますから、ここ上にね、ぐん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 って目指していく可能性がありますので、ここは注意をよろしくお願い、期待を込めてね、見ておくのがベストでしょうということで、よろしくお願いいたします。はい、それではね、まあ最後 E キャッシュで締めましたけれども、ちょっとあやふやな感じで、一応ごめんなさい、フィボナッチエクステンションちょっと引いてみていいです。もしこの長い間ね、意識で、ここ上昇起点、ここ、はい、最、ここですよね。で、長い時間軸で見て、ここを底として見た場合、1のラインが5万なんですよ。ですから、これ上昇チャンネル上にグッと、こういう形でグッと来たらね、わかります？グーッと、ね。冷やし目でグーッと来たら、ちょっとカップ水ハンドル的なものも作って、ガーンっていうね、5万ぐらいまでの上昇は、これちょっと今期待ですけども、ある可能性がありますので、ちょっとそこに対する期待感もね、込めていきたいなって感じ、ちょっとお椀型も作られていきそうな感じがしますから、OK ですか？そこも期待感を込めていきたいなというところでございますので、5万ぐらいまでの上昇は広い範囲で見ている方が多いんであれば、ありますよということで、期待を込めていきましょう。ごめんなさい。はい、ちょっと長引きました。それでは本日の第1部の配信は以上となります。そしていきましょう。チャンネル登録者の方がなんといきますよ、なんと9307名の方に登録をしていただいております。ありがとうございます。皆様本当に本当にありがとうございます。皆様のね、高評価であるとかバッドボタン全然構いません。こちらが要因でやっぱりおすすめに上がっているのかなと。あとは初めて聞かれた方ね、ぜひともぜひとも私、魂を込めて皆様のね、稼げる情報を今後とも配信していきたいと思っておりますので、ぜひともね、チャンネル登録よろしくお願いいたします。あとはね、あちらプレステ5よろしくお願いいたします。お前欲張んじゃねえよ、最後の最後までよろしくお願いいたします。冗談でございます。はい、私も足を使ってね、ちょっと探していきたいなというふうに思っておりますので、
ので、まあ、こちらね、応援しておいてください。よろしくお願いします。そこまで求めてないですから大丈夫でございます。はい。もし余ったものがあればでございます。よろしくお願いします。はい。こういった形でね、本日の第10の配信、ちょっと欲張りマン TV が出てしまったな、反省ということでね、気分を害した方、バットでよろしくお願いいたします。はい。それでは、本日第10の配信、以上となります。第2部の配信は今日の夜のね、また11時から12時の間ぐらいに配信をしていきたいと思いますので、それまで楽しみにお待ちください。では、バイチャッ。